皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日はこちらです。コーデュレファブリックショルダーバックブックフィーチャリングモズ、開封していきたいと思います。はい、開封いたしました。モズさんの新作でございます。こちらバッグ、そして取り外せるショルダーストラップ、さらにはこちらのサッシが入っております。こちらのバッグの最大のポイントはコーデュラファブリックという素材が使われていることです。まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、こちらのサッシに、まとめて書いてありますので簡単にご説明しますと、アメリカで誕生した50年以上の歴史を持つ高強度高耐久性の素材となってます。素材はナイロンとかポリエステル、デニム、ウールなどいろいろあるんですけど、こちらはポリエステル素材が使われております。通常のものと比べてとても優れた強度と耐久性を持つ糸で作られているということですね。はい、ということで詳しく写していきましょう。ご覧ください。まずこちらからいきましょうか。スウェーデンの国旗、モズさんの故郷ですね。でさらにその横にこちらがコーデュラファブリックの証ですね、タグが付けられております。そして中央にはモズさんがいらっしゃいます。そしてこちらにデイジーチェーンが施されております。4つ引っ掛ける部分が付けられております。はい、そしてその注目の生地なんですけれども、どうでしょうか。こう見て触った感触なんですけれども、はい、それほどすごく丈夫なのかどうかっていうのがパッと見よくわからないんですよね。長く使っていくことでその丈夫さがわかるという感じでしょうかね。はい、で前面のこちらに、ファスナーポケットですね、ジップがついております。はい、このようにロープがついて、先にこのように持ちやすいロープ付きとなっております。でさーっと開けまして、中の方を見ますけれども、内側はこのように、まあ、スマホを入れるとか小物を入れるのにぴったりですよね。たっぷり入ってくれる外ポケットがついております。ちなみに設計ミスはないとは思うんですけれども、念のため入れておきましょうか。はい、このようにイチルマンドサイズとなっております。そして反対側も見ていきましょう。こちらは、こちら側には特にポケットとかロゴとか入ってませんね。まあ、ブラックの無地の状態となっております。はい、そして底の部分はこうですね、マチもしっかりとあります。でこちらの角の部分も写しておきます。はい、こんな感じで仕上がっておりまして、横から見ますと、はい、このような状態になっております。でこちらに、ショルダーストラップをつけられる D カンがつけられております。そしてそのストラップなんですけれども、こちらですね、割と幅広になっておりまして、ストラップの幅は 3.8 センチあります。そしてこちらでサイズ調節が可能と、後で肩掛けやりますけれども調節が可能となっております。それではメイン収納を開けていきます。シングルジップで先ほどと同じくロープ付きとなっております。それでは中を開けます。ジップの動きも全く問題ありませんね、とても軽くなっております。で中の方を開けます。ブラックには美白親子が似合います。それでは中をご覧ください。内側も真っ黒でちょっと見えにくいんですけれども、特に内ポケットもついておりませんし、仕切りとかあと底板とか、まあ、そういったものは、ついておりません。まあ、この空間があるだけという状態となっております。内側をアップにしますとこんな状態です。はい、そしてこっち側の生地とこのように比較してみますと少し違うのがお分かりでしょうか。こちらがちょっとテカっているような感じで、こちらは通常のブラックの色をしていますよね。でこっちの外側のここをこのように比較しましても、そのような違いがありますので、おそらく詳しくはわからないんですけど、こちらの外ポケットとメイン収納の間になるこの仕切りのこの生地ですね、はい、ここの部分はもしかしたらコーデュラファブリック
使われてないんじゃないかなっていう気がいたしますね。まあ、これははっきりしたことわからないんですけど、なんか生地が違うような気がいたします。それではいつものようによく入れるものを入れていきたいと思います。まず長財布いってみますね。長財布は横にこんな感じで、はい、これくらいの余裕を持って、はい、開口部も、これくらい余裕ありますね。すっぽりと入ってくれます。そしてペットボトル 500ml ペットボトルはこのように立てて入れることも、まあ、ギリギリできますけれども、こう倒して入れてみますと、はい、これくらいですね、これくらいの余裕があります。でさらにちょっと大きめの650入れてみます。こちらを横に倒しますとこのように入ります。これも横幅はまだ余裕がありますね。立てて入れることはもちろんできませんけどもね。はい、あと水筒、こちら 350ml 水筒ですけど、はい、このようにこちらも入ってくれます。7月にはこちらの 500ml サイズも出ますので、そちらも楽しみにしたいですね。とりあえず 500ml 入れておきましょうか。でさらに折りたたみ傘も入れてみたいと思います。はい、こんな感じで入ってくれます。エコバッグを入れたりとか、あとはメガネケース入れたり、あと除菌アイテム、除菌ジェルですね、あとはこちらタオル入れてみたりとか、あとは小さめのポーチも入れてみましょうか。はい、これくらい入れても、はい、しっかり入ってくれます。そして前面の外ポケットにはもちろん、スマホを入れたいですよね。あとはこういったスイーツも入れておきたいかと思います。はい、まあ、これから暑くなってきますので、チョコレート系はなるべく避けたいとは思いますが、我慢できない時は入れておきましょう。ご覧いただいた通り、マチもたっぷりありますので、このように大容量バッグと言っていいんじゃないでしょうか。はい、それでは今日もバッグ持った感じ写していきたいと思います。どうでしょうか。ちょっと離れた感じで、このように正面にはモズさんのロゴが入ってまして、こちらにスウェーデンの国旗、さらにはコーデュラファブリックのタグもしっかりついております。はい、でデイジーチェーンも付けられてまして、はい、この四角い形のバッグですので、たっぷりマチもあって容量も十分かと思います。こうなってますね。でショルダーストラップつけてみました。今一番長い状態にしてあります。幅も広くなっておりますので、肩も痛くなりにくいかなと思います。それでは肩掛けしてみますと、はい、こんな感じで掛けますと腰より結構下まで来ますね。で斜め掛けしてみますと、はい、まあ、このようになりますので、まあ、十分長さあるかなと思いますね。はい、まあ、腰ちょっと下ぐらいまで来ますので、ちょうどいい感じになっております。でこの状態で使い勝手見ていきましょう。まず前面のポケットですね。はい、スッとジップを開けまして、スマホを取り出してまたスッと入れる、でさっと閉じる、まあ、こんな感じになりますので、はい、開閉もスムーズですからね。外ポケットは全く問題なしですね。でメイン収納スッとまた開けまして、中からそうですね、まずお財布取り出しましょうか。お財布取ってお会計してまた入れるということなんですけど、うん、長財布の出し入れもですね、横幅が余裕がありますので、特に窮屈感とか何かたくさん入れすぎるとちょっと難しいですけれども、まあ、そうでなければ出し入れが難しくなることはないかなと思いますね。その他、例えば飲み物を出してみましょうか。ペットボトル出したりとか、そうですね、こう中のものをちょっと整理しながら入れすぎると、どうしてもなっちゃいますけどね。はい、そしてですね、こちらこう吊られた状態でもこの形が安定して保たれておりますので、この手前と奥のものをこう入れ替えたりとか、中でガサガサやっている場合でもやりにくさを感じにくいんですよね。でこの口の方に入れてあるこういったエコバッグを取り出したりする時もそんなにこう窮屈感がないと言いますか、はい、できるところがとてもいいかなと思いますね。この形が、はい、ご覧の通り安定しておりますので、ショルダー
の状態での操作がすごく、うまくできます。あとは何といっても再三言ってますけど、この丈夫な生地ですね。コーディラファブリックの丈夫な生地ですので、長く愛用できるバッグとして、はい、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。大変お待たせいたしております。最後になりましたけれども、モズさんの新作のバッグ、正確な容量を測っていきましょう。それでは本日もお願いいたします。 How many ブルボン。バッグの容量は20ブルボンです。コーデュラブルボリックショルダーバックブックフィーチャリングモズ、おすすめとなっております。はい、いかがだったでしょうか。今回はコーデュラファブリックショルダーバックフィーチャリングモズ紹介してまいりました。はい、こちら過酷な環境下で使用に耐えられるように開発された丈夫な生地が使われておりますので、長く使える相棒バッグとしてぜひチェックしてみてください。それでは本日の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回のバッグいいなと思ってもらえましたら、グッドボタンをお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。